ご心配いりません社長。万一ですがこんなこともあろうかとロボコッププロジェクトのプランを用意しておきました。ご説明いたしましょう。はい。すでに警察内部をチェックして最適と思われる警官をリストアップしてあります。90日以内に試作品を完成できます。細かい説明を聞くから私のオフィスに来たまえ。20分後だ。やったぞ、ついに俺はスタート切ったんだ。これで出世街道まっしぐら。あのジョーンズはどじった。これからこの俺の出番なのさ。ご心配なく会長。こんな時のためにロボコップ計画を同時進行で進めていました。開発は順調に進んでおります。すぐにも警官の人事異動を行い、有力候補者を危険度の高い署に集中的に回してあります。90日以内にはプロトタイプを作れるはずです。やったぞ、願ってもないチャンスだジョンソン。あとは一気に突っ走るだけだ。クソくらいだよ、奴はドジったもうおしまいだ。食ってからでいいっすか。1時間前に話したでしょ。朝飯も落ち着いて食えねえのか。どうぞ隊長。無理だねそりゃ。海の底のひしゃげた土管の中にいて、最初の予定期間だけならこんなもんできなかったのに。それいつのことで。もう半年かかってる。ミサイル基地をあんな奴に任すのが間違ってるんだ。軍の人間でもないのに。うちの方がもっとだよ。シュナイダーあれ直せ、これ直せ、俺がいなきゃどうなってるか。ご心配なく、同情心なら鼻から垂れるほど持ち合わせているさ。ドクター、俺は一連のテストを行うために何千キロと旅をして、この地の果てのど田舎まではるばるやってきたんだ。あんたにテストを理解しろとは言わん。それ自体無理な注文だ。ホーンさん、あんたのそのうんざりするようなキザな表現、口先だけの表現を聞いていると、この能天気な土地での実力者だとよくわかるが、実力者即バカとは限るまい。おい待て、高校に通う娘たちの半分はそれに当てはまるぞ。じゃあ今は何してる。失敗作だな。ああ確かに特別な才能がありそうだ。それで結論を言ってもらおう。半年、半年やろう。言っておくが、これ以上面倒は起こされたくない。噛みついたり蹴ったり、食べ物は吐き出したり、どういうつもりだ。いいか、よく聞いてくれ。期限は半年で、すぐに態度を改めないようなら頭に銃弾をぶち込む。どういうことだ。それで俺にどうしろって。女は生きてるのか。俺に一体金を返せっていうのか。え、女がどうなってもいいのか。仲間を殺してもいいのか。聞いたか、許せとよ。さあどけんだ、どけったらどけんだ、早く。おい、妙な気は起こすんじゃねえぞ。頭を使うんだよ、頭をな。息の根止めてやる。手っ取り早くやるんだぞ。動くな。切りたくなかったら絶対のポーク。いや、ポークにしたってよ。一緒に落ちるとこまで落ちて、その挙句がこんなとこに一人ほっとかれる始末だ。そりゃできることなら誰だって誓うよ。オーバールックでは死に対した意味はない。知らないのか。お前は相変わらずバカだな。どうだろう、俺に答えろ。お前は頭が悪いから弱いんだジャッキー。まだひよっこだ。でも俺はお前のことをずっと可愛がってた。だから教えてやる、よく聞け。お前の息子はあの生意気なチビを見てはならんところにいる。まだだ。リスクを最小限にするために税関の突破率を回帰分析法で割り出したが、結果がいまいちだったんで別の突破法を考えた。とにかく運び屋に物を運ばせた。長年そうしてきた。これからも続く。北米自由貿易協定で国境がなくなればもっと楽になる。来年か遅くとも再来年にはメキシコの運送会社がアメリカ合衆国とメキシコの間を自由に行き来するようになるだろう。 UPS や DHL や FedEx と同じようにフリーパスだ。せい、いやすまん。君はあの時の兵士全員が催眠術にかかってレイモンド将を英雄に仕立て上げたというのか。それが夢に出てくるんだと。それが真相だと。今後将議員とは接触しないように。以上だ。お伺いしたいことがあるんです。あなたのことは存じてます。あなたのような方がなぜこんな悪事に手を染めたんですか。海外の密輸犯ジョイ・トレントと密会しましたね。また銃の売人ブーティーと接触して情報を聞き出した。その彼は愛車のトランクから遺体で発見されてます。札付きの悪ばかりだが、中でも一番の悪は誰か。あなたの親友バン捜査官です。ブーティーをやったのは彼だ。ハンフリーズさんが遺書らしきメモを残したのはご存知かな。そうか、まだ新人でしたね。これがそのメモ。弁護側の証拠 M と表示されている。この内容を要約すると、アンバージョーンズを殺したというハンフリーズ氏の自供です。さて、あなたはグリフィン議員が最も疑わしい被疑者だと証言しましたね。もう同じ見解ですか。なら案内しよう。だがその前に約束してくれ。今のは偽物のカバンをくれた例だ。妻はロマンチストだが、俺は現実主義だ。そうだろう。俺の考えでは、理解への扉を開くのは痛みだ。こいつがその咽頭反射が始まったな。アドレナリンが出て心拍数が上昇すると、溺れてるんだと脳が錯覚して死の恐怖に取りつかれる。脳がそう思わせてるんだ。ハワイで何をしていたのか説明してくれ。ブレイク総長は今朝 LA に来て交通事故で死亡した。もしそれがただの悲劇的な事故でないとしたら大変な問題になる。
君は殺人の重要参考人だ。 MP は歯型で遺体の身元を確認するしかなかった。公式には飲酒運転による事故死と報告されている。ケンジーは否定しているがな。てっきり死んだのかと思ったぞ。 CIA の腕利きがついてる。これからクリスマスのごちそうを食べるところだ。大統領機はローズ大佐が護衛しているし心配いらんよ。わかった、直ちに緊急警備を敷く。必要なら30秒で F-22 を飛ばそう。ご苦労。何も問題ない、愛してるよ。よくないです。私がダイアンと呼ぶと彼女はクーパー絡みねと聞いたので、まあな。そう答えると彼女はクソくらえと言いました。15分後、私はずぶ濡れで帰宅し肺炎になりかけました。で、あなたはどんな夜を。あなたの番です。頼むと言うなら。聞こえたでしょ。我々は何か違和感を感じてるが、はっきりとはわからない。そこでクーパーのことをよく知っている君に彼と話してもらい、どんな感想を持ったか聞きたい。